高いっすよ今日マジで。ここはどこ？八景島シーパラダイス、まあ、今まで行ったお前のデート水族館の中でもダントツでかい、これ横浜なんですよ。あっちね、あんなでかいスタジアムがあるじゃないですか。うん、あれで一つ、あのピラミッドみたいなやつ、そう、これがなんと4エリアもある。やば、一度も使ってない10万のビデオカメラこれで俺魚今日撮影するんで今回はガチです。はい、ということでね、まあ皆様で仲良く、カフェ全然楽しそうじゃない1300円しましたね。何なんていう生物か知ってる？みんな海牛。お、知ってんのか。お、なかなかお前ら分かってきたね。成長してきたね。うん、これね、イカです。これあ、イカなの？めちゃくちゃ珍しい。色がすごい、色がすごい変わってる何の生き物だこれ。見て、キルちゃん中にいるよ。え、オートスパスが、マジ食べれる。すごい。それね、食べられてるの。それ珍しいでしょ。珍しい。あ、こっち、わ、綺麗だ。あ、動いた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 。あ、あったあった。この滑らかさ、ツヤツヤしてるね。ツヤツヤしてる。あ、この前、真ん中の岩みたいなやつ。そう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 。あ、いい、こういうなんか色鮮やかなの好きかもしれない。え、これどこが海牛？わかんない。ご覧ください。まさかの映像なんでここでやってるの？イルカも何もいないんだけど。キュウちゃん、あれ見て。え、待って、何あれ。あれ初めて見た。ほら、え、何あの生き物。白イルカ、ベルーガです。めちゃくちゃ大きくない？あれ、下から見れないのかな。多分見る場所ある。白イルカだ。何が来るんでしょう。わかんない。大変撮りました。大変撮ってきました。腰が来るんで、これがおすすめ。あ、マジ近くです近いです。ミスターマリックのイルカショーも終わったので、まあ、早速、ね、中を見ていきたいんですけど、はい、これよ、もうキューちゃんがよく飼ってるって嘘つくクリオネ。嘘じゃない、本当だもん。まあそれは嘘にしろ、これ、ね、ロシア館から、あ、待って、これビデオカメラだと、あ、すげえ綺麗に映る。あ、でも若干ガチしたかな。一体にピント合わせてピックアップしてる、うん、中身までしっかりバッカルコーンがね出てくる。バッカルコーン、モンハンに出てきそうな見た目してるね。クシーカツガレオスみたいなそうそうそう、
あーまあカフェやっぱこういうのにときめいちゃうからね、まあ、水族館やっぱオオカミを見たらね、まあ、まずちょっとテンション上がっちゃうと思うんですけど、まあ、カフェ若いなやっぱ青二歳だなやっぱ、すごくないっすか、これはね、どこにでもいるんですかね、オオカミウオは。なんか石みたいな、こわもての顔のやつでね、おじいちゃんの、そういうので、まあ、キャッキャする年頃かまだこれを見て洞窟ロマン、この水槽の色が好きだわ、なんかいい色してる、これがいいんだよ、こういうところにほら幻想的じゃん。ちなみに例のごとく平日の上にコロナウイルスのおかげでスカスカで貸し切り状態こう。あいつのさこのさ首ずっと上に向けてるやつ泳ぎ方下手すぎる、なんであんなアヒルみたいな泳ぎ方してるのずっと首上に向けてるんだけど、あでもまともな泳ぎ方持った、こいつずっとこっち画面内に入ろうとしてくんな 3D、 こいつらって泳いでんじゃなくて浮いてるんでしょ、まあ、もがいてるって言った方が正しいかもしれない、うん、犬かきみたいな社会こいつなんでこんな綺麗だよ、これはあれでしょ、サーモンでしょ、うん、サーモンでしょ、そう、お腹にいっぱい卵を貯めてるの、いいね、美味しそう、ということはここにいるのは見て、下のアジアとかあるよ、すごいね、下のアジアとかいっぱいある、ひっかき図みたいな感じのいっぱいあるね、そう、ということはなんとここ鮭の水槽じゃない、実は実はね、ケツしかないケツしかないんですよね、めっちゃでかい、いやこれがね、おっすげえすげえすげえ、瞬間撮っちゃった、ちゃんと撮っててよかった、いやこれねやばいでしょう、やばい、なんとこの聖地、俺が今までね全国の水族館回ってきた中で一番でかい、この入り口がちゃんとまだ生き残ってたかな、これやばいんだよな、でかすぎ、キューちゃん立って、そのサイズ感もわからなくて、本当にでかい、ほら、キューちゃん4人分、キューちゃんハートレスみたいになってる、真っ黒で何も見えないうわこの牙よ、逆に邪魔そうだよな、これ、刺さんない、うわ、何か、本当に大きい、マジでかいでしょ、化け物だから、化け物いや、俺も最初見た時、マジ衝撃、あれやばいな、やる気のなさが堕落しすぎでしょ、皇帝ペンギンなのに、あ、寝てんのか、寝方よ、一歩待て、寝返り打ったら落ちるぞ、だって他のやつはちゃんと、あ、でも泳いでるやつは泳いでるんだな、おっすげえな、なんか全体的に皇帝ペンギンのやる気のなさが、ちょっと、あ、これあれだ、あのね、あれなんですよ、これペンギン界隈で、ここにしかいないペンギンがいるんですよ、うん、なんて言うの、あれだ、アデリーペンギン、俺がね、好きなペンギンなんですけど、うん、めちゃくちゃ哀愁漂う見た目してんの、すげえブサイクなの、ちょっと探しましょうか、こいつだ、いた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 、これ、何これ、ブサイクでしょ悪い、卵みたいなすごい見た目してるでしょ、ペンギンになり損ない感やばいでしょこいつこんな見た目して、あ、なんだよ、仲間同士で、まあ、一番鈍感な種族なんですけどペンギンの中で、あ、そう、ナオフラ争いでね、仲間を崖から蹴落とすんでこいつ性格悪い、すげえね、メテオするね、メテオゼゼゼ大王でしたみたいな、走ってた、かわいい、そう、あ、うんこ巻き散らし野郎がスカトロ族がいたな、同じ時間にご飯食べてる、来た来た、貴重なアデリーペンギンが泳いでるよ、ペンギンが泳いでるまん丸とした無格好だな、どっかにイワトイペンギンもいるらしいけど多分見つからんな、あ、アデリーペンギンがいた、アデリーペンギン好きになったかも、アデリーペンギンね、可愛いよね、闇を行ってるからあいつ、あの闇深い、まあ、いや、こいつずっと変な動きしてるするね、うんちんが入りしたね、うんちんにするね、お尻ゴシゴシしてる、はい、かわいい、トイレした後にちょっとテンション上がってしまう猫とかにあるからうんちんが入りした、アデリーペンギン、あ、アデリーペンギン、形もかわいい、あ、アデリーペンギン3匹目全然見えないここの水槽かっこいいな、アクアチューブ、そう、ここからね、俺のオススメスポットがあるんですよ、あそこは、まあ、とりあえずこのペンギンを横目にしながら、ここでね、ここで燃えるんですよ、エスカレーターだ、うんうん、おいおいおい、マジ、うわ、エレベーターの中から、マジ、やっぱ囲まれてる、そう、これね、前ね、ここをしかもジンベエザメで見えたんですけど、こんな下から、うん、いや、魚やばいよキューちゃん置いてきぼりになってしまった、すごいぞ、これ
見てごらんごらん、若いイワシの大群。いや、多すぎだろ。焼けくそ帰ってくれ。すごい。ジンベ入んな、ここ。あ、いたよ、ジンベさんいたよ。ここ見えたもん、ジンベさん。ほら、サメがうぃって。この右側にいるね、この陰キャゾーンにいるから。陰キャゾーン、暗い。この暗がり陰キャゾーンにいる、こういうピント側ね。渋いね。うん、こういうマンタとかね。陰キャゾーン渋いや。今日、キュウちゃんずっと暗い。眠気も暗いずっと暗い。もう逆走するんだ。逆走するとこんな感じですよね。ほら、キュウちゃん、よく来てる、触れるぞ。絶対お前、握ったりすんね。触るだけだぞ。カフェナマコ触っていて。ナマコ好きだよ。ほんと。ナマコ好きなやつなんておる。おぉ、すげえ。ここに魚、奥にいっぱい。行くよ。あー、逃げちゃった。ちょっと待って。諦めないから。あー。拭いて。拭いて。ゆきちゃんさ、あそこにいるさ、俺ずっとナマコだと思ってたんだけどさ、なんかめっちゃ気持ち悪いやつやん、あそこ。わかる、ちょっとカメラ越しでさ、ほら、あれ、なんか顔割ることない、あれ。えめっちゃ長いでしょ。あれ、なんなんだ、ウツボじゃないよな、ウミヘビ。長すぎね。あーすごい勢いで逃げてる。え終わった。なんで、なんで、なんで。 MK のスマホなくした。え俺のスマホは？え、俺のスマホは？クルック行ったかも。なんかそれだけ落ちてる。おかしいな。おかしいよ、お前。俺のスマホどこ落としたんだよ。これが多分さっきのあの海蛇かなんかの正体じゃない？顔が見えるから分からんけど。あ、しか見て。下にさ、ほらほら。これ分かる？あ、ほんとだ。ヒラメなんですよ。すごい。すごい、なんかこいつだけ光り方が違うね。ね。他のさ、他のイカ全然光ってないのに背中。楽しそう。なんかここに来て幻想的な輝きで、やっぱお前イカがお前一番好きなもの。やっぱスプラトゥーンやったら。そうなのに。やっぱイカは捨てがたい。腐ってもやっぱイカ好きだから。いつもこんな離されてるもんの。泳ぐね、このウツボは。なかなか割と居場所を失ってるタイプなんですね。ウツボ居場所ね。落ち着ける場所がないのかもしれない。なんかだって、やけくそないぐらいいろんなの入れられてるから、毒毒しいやつが。割とね、毒毒しいやつはもうウツボにぶつかってるもん。なんか泣けなしの場所だもんね。排水溝だもん。絶対落ち着けないよ。ここしかあんちゃう。わー、やばい。やサメに見つかった。穴とかしない。猫ザメに見つかったぞ。かわいそうだな。穴とかに入る場所がないんだろうな。もうだってぎゅうぎゅう詰めでさ、いろんなやつだな。ウツボ泳いでんのあんま見ないよね。普通はこんな泳がね、もうミノカサゴとか毒々しいやつがいっぱいいるせいで多分ね。あーほらほら、ここ溜まってんだから、いっぱいウツボが。気持ちいい場所なんだね。じゃあ多分ここしか安全な場所がない。隠れポジション。なんだあいつ、なんだあれ、はい、およくこのウナギみたいになってきた。ウミウナギあれ。そう、おいしそう。長い。ほら、深海生物祭り開催中だって。うん、だね。すげえ。祭り要素多分この音だけかな。チャンチャラかチャンチャラか鳴ってるやつ。そもそもラブカ知ってる？よっしゃ、怖くてこれ。いや、ラブカはまあ一応まだ現存する生きた化石の一匹なんですけど。目が宇宙人みたいな。そう、なんかね、一回ね、静岡とかの水族館に展示されてたんだけどね、3日で死んだらしい。早っ。でもなんか映像探せばあるよ、YouTube で。どういう姿勢でこいつら固定か、なんで動かないのこれ。ね。まるで時が止められたかのような。でかいね。ここの水槽ね、すごいんだよ、なんか止まってるみたいでしょ。なんか桜。あ、こいつかわいい。この水槽の中に一匹だけいる。さっきね、上にもいた、ほら。あ、ほんと、めっちゃちっちゃいじゃん。いや、ちびえかわいいんだよな。しかもこれマンタモドキの方じゃん。あ、いっぱいいる、いっぱいいる。ちっちゃ。あれね、見た、こいつ羽ばたき方がね、エイなんだけど、マンタと一緒なんだよ。こっちやつ、すげえ可愛い、しかもすげえゆっくり。他の魚のペースに合わせるのか知んないけど。なんか手を上にピラッとして。めちゃくちゃゆっくり泳いでる。うわ、ステルス戦闘機みたいだね。優雅だ、ほいだよ。いや、これつながる。いらないよ、そんなの。繁盛の顎とか展示されたやな、これ。これがクラゲちゃんですか。これね、いや珍しいね。なんかもうクラゲいっぱい取ったからいいやと思ったけど、これね、なかなか珍しい。幽霊クラゲあって、でかいね。うん。焼けくそな感じになってるけど。下の部分すごいな。煙みたいな感じだもんね。確かに幽霊感ある。
ふわふわしてる。かっけえ。すごいね。もう下から見ると何の生き物かわかんねえもんだって。何？なんか磯の香りだ。こっちシャバい。こっちがそうか。シャバい。あれか。これ見てほしい。多分あの映ってるじゃない。いやもっと違う。もっと違う。こっちすごい。俺ビデオカメラ越しに見てもって感じなんだけど。いけるんじゃない？頑張れば。本当に？頑張れ俺のビデオカメラ。だって見て。おすごい俺のビデオカメラ。すごいね。何何何何何？これ子供じゃくし？見て肉眼で見ても結構やばいよ。これね、ちょっと動いてね、見えるね。これがクラゲの餌なんだって。へぇ歩いてみよう。普通のタツ。そう、タツノオトシゴの黒い版。かっこいいね。いや、タツノオトシゴはいいね。リーフィッシードラゴンとあれはいないんだな。ちゃんとあの尻尾、巻くんだ。そうだよ。お前今まで行った水族館でもみんなこうしてたからね。お前見てなかったの、ちゃんと。巻いてた。ふざけないで。なんかクシャルダオラみたいなね。あ、いや、真のクシャルダオラこっちにいるよ。ユニコーン。何あれ、鼻？あ、ユニコーン。いや、前から見るとやばい。そう、コリューだから。これ人間みたい。そう、角 V 破壊しないと能力失われないから。コブダイみたいな。カフェコブダイ好きだからな。いないかな、コブダイ。見て。なんかよく見る。あ、いいね。え、ね、でかい。見た目はね、かっこいい顔してるんで。やっぱ水族館行ったらこれっしょ。見てこれ。世界でここだけ。世界で、もう俺、数々の水族館でプリクラ撮ってきたけど、まあやっぱ、ここでもね、それは撮ってきたけどな。多分、種類的には一緒なんですけど、あの、どっちもいいな。いや、これ熱くない？見てください。もぎたじゃん。もぎたじゃん。顔色悪すぎるし。一適当すぎる。これ1000円、ワンショット1000円舐めてますね。ちょっと下がって。あったかそうだよ。いいの。何あれ？あれ、亀ですね。はいはい。肌寒いので体力管理のため扉を閉めています。なるほどね。鯉もいっぱいいるんですよ。あの黒い人じゃない？白銀鯉。かわいい。おう、餌と餌を求めてこっちへ。なるほどね。カピバラとカンガルーのキメラみたいな。うわおっ。まあでも俺らあのダチョウ王国でさダチョウ王国でヤギとかにな、ヤギとかに蹴られてるから俺アルパカに蹴られてるから、このやつね、触ってよ。いや触らないよ。危ねえ。これね、カピバラのお風呂なんですよ。俺前した時なんかカピバラがお風呂入ってるし、取る時やってるからないかな。え、自分すごい手寒いんだけど、あったかいから。汚い。全然みんな両足で立ってる。全然両足で立ってるやつしかない。いや、寒いから。片足で、そうですね。アヒルもいる。その体勢は？まずいですね。ちょっと悪かったかな。カフェの好きな小村井アマゾンバーバーじゃん。何こいつ、何の作品か分かんない。めっちゃ角度理解した角度でカメラ映り分かってた。こいつ爆発してメーターを取り出したんだよ。何あれ、やばっ。ペリカンです。でかっ。あ、ほんとでかいんだ。追加コンテンツさっきまでいなかったよ、こんなの。すっぽんもどきじゃない。お、もう誰？お、のっ、なんか動きがのっそりしたんだよ。うわ、猫みたい。ちゃんと食うんだな。ね。あ、食べてる。本当だ。じゃあやっぱパンダなんだ。あれ減ってたんだ。うわ、見たの。うわ、すごい。あ、嵐見た。あ、そうそうそう。これ珍しいんですよ。これ動物の森の PV に見ましたシーラですね。デコが広い。おお。赤ちゃんだよ、赤ちゃん。ちょっともう2回、3回くらいだったけど、ほら、親子。わ、すごい、ちゃんとついていくんだ。あ、手つないでる。こいつ何？え、イルコ。子供のね。ちょっと純血してるけど。醜いアヒルの子みたい。あっちのあれだったんですけど。うん。鬼がまあ、海の上から。クラゲ見えた。え、あ、マジ？普通に野生のクラゲがいいんですよ。野生なのあれ。見えるかな携帯上で。うん、見える見える。クラゲみたいにね、見えるやつは見えるんですよ。うんうん。そう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 。ほら、もうワカメとかガン見え。あ、見えてる、ほら。え、何あれ、鳥？あ、もう見えた。あれ何？見えた見えた見えた。めっちゃいっぱい、あそこに。あれ、これは想像以上に何もいない？いや。お、いた。タイ。これ釣って。
食べれるんだね。こうやって食う。はい。その場で調理してくれるから。見て。ほらほら。え、うわ、え、なに？なにこの生き物？おしるこサンドのゴミがついてる。あれ、おしるこサンドしてる。ひどい。すげえちっちゃいクラゲ。おお、怖い。本当だ。あ、クラゲなんだ。あ、クラゲだよ。お、本当だ。すげえ。え？本当だ。はい、どうぞね、ラスト、まあ、こっち、まあ、ちょっと見渡してください。4つね、広い中回ってきましたが、いや、広かったっすね。あ、まあ、ちょっとね、クレープ小腹に挟んで、ラストはこのふれあいラグーン。ふれあい、俺らしかいないと。マジ俺らしかいない。まずサメ触ったこと。サメ、サメ触れんの？でも猫サメで、うん、そうね、寒すぎちゃう。あ、よく見るやつですね、これ。上から見てみる。上からです。結構でかい。え、これどこ触るの？なんか背中、口の中とかに手入れるんじゃない？噛まれる。もうダメなんだ。行きます。冷たくはない。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。あったかい。あれ、あ、ザラザラしてる。そうだよ、サメ肌だよ。キサメ Q ちゃんの好きな。すごい。キサメ TV。 おー、キサメ。でかいっすよ。別ね。あ、あ、めっちゃ悪い。これマジ？かわいい。はーい。あ、でも、あったかいね、なんか。あったかい。体温があったかい。ペンギンに入る場所を間違っている。何なんだろう、あのペンギン。こんなに広い場所なのに。あ、いや、いや、見つかる、見つかる。お、かまって、かまって。なんか、あ、なんであいつ1匹しかないの？カフェは何の世話してみたい？7個。見てよ、あそこ。岩と岩の間。あれは？アザラシ。おぉ。顔出してる。あ、それさっきはね、下から見れるっていう、あの、漬物石みたいな。これね、ゴマアザラシ可愛いんだよな。なんかもう2匹いたよね。あいつしか見えないのか。陸に呼ばってんのかな。いや、あ、見てきた、見てきた。あ、待って、ちょ、こっちにも来てよ。ちょ、ほんまにこっちも重要だから。え、なにそれ。スイッチ回転飛んでる。おぉ、秘密基地みたい、かっこいい。いいね。え、やばっ。すげえすげえ。お、イルカの正体だ。あ、かわいい。俺たちしかいるけど、どんだけ叫んでるの。大丈夫だ。やっほー。うるさい。最後ね、誰の魚一番最初に食ってもらえるか選手権。見て、一緒に垂らして誰の位置を食べていく。ちょっと今ずるくない？皆様寒い中手洗いのご協力ありがとうございます。では、もうあんまさ言い方の違いだよ。話し違いなの。お、すげえ、真ん中にあってみたの。あ、すげえ、あってみたの。おお、かわいい。まとめて入れてる中に頑張れ。お、すげえ。ご検索ください。では、おいしこ。おお。いろいろなところにアップをお願いいたします。おお、こっち向き。いい。めっちゃ。ラグーンとか気持ちよさそうです。あ、ムサン様だ。逃げた。ムサン様、夜明けが近いから逃げた。ポップコーンかよ。2020年福袋僕開けてないんで、やっぱ海洋福袋でしょこれ。でもね、めっちゃ軽い。え、なんか差とかないの？差とかないぐらいに全部軽い。あ、本当だ。ポイントはやっぱあれですよね。あ、待て、あ、これね、今んとこ一番重いかも。これちょっと待って。いや、これの方、それの方が重いかも。うん、これね、これ一番重い。一番、俺はこれ買おう。うん、俺は、俺、うわえ俺、うわちょっと教養やめた。おつまで連れてきろ、世界一のお姫様、僕の待って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 、腕を本気にさせちゃって、今の愛のキス。おい、ラッコ、キジャ、ラッコ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 、キスて、ラッコだ、ラッコどこ、ラッコ、うわぁ口に水入った。ラッコいるんだよ、あそこに。見てよ、ラッコ。ほら、どうだよ、ラッコ。あ、いや、ラッコいる。見て、毛玉落ちるよ。ちょ、ちょ、ちょ、ラッコいねえ。ラッコいる、ラッコいるって聞いてる。ロットの匂い。嘘だよ。やべえ、揺れる。パイレーツ・オブ・カリビアンだ。うわぁ
とかうんとか言って寝てたらかまかはい、そうじゃね、無事帰ってくることができましたので、まあ最後おまけパートとして、このね、水族館で買った2500円分の福袋ちょっと上開いてるんですけど、まだ中身見てないんでね、これを開封しながら、皆さんにね、報告したいことがあるので、それを言いつつ終わりたいと思います。さあ、まあまずはね、この2500円分の価値があるのかっていうところからですよね。おすごい。ハウスペンギン、普通に可愛い。え、これだけで800円ぐらいありそうじゃない？部屋が暗いのとパジャマと髪傘ちょっとね、申し訳ないっていうあれなんですけど、ファインディングにも。そして、ストラップ、あ、かわいい、ベルーガさんね、ハマグリののほほんアザラシ、サメのマジックレンド、これはマジいらないやつですね。はい、はい、ということでね、ここからはまあ報告パートということで、まあ、何のお知らせかというと、まあ、例のごとくね、前々から言ってたと思うんですけど、3月から1日日本投稿をね、ちょっとまたチャレンジしようかなという感じで、今は日本がね、ちょっと大変な時期で、コロナウイルスとかで、まあ、大学生は春休みだし、もう高校生、小学生、中学生は、まあ、休校になっていたり、社会人も、まあ、ワンチャン休みになってるんじゃないかなっていう大変な時期だと思うんですけど、まあ、そういう時期だからこそね、もうちょっと僕も頑張って、皆様の暇を少しでも埋めれたらと、まあ、いう、大それた、あれはないんですけど、元からやるって決めていたんで、まあ、それで、今やってるポケモン剣盾と、あと、ポケモンダンジョン、ね、3月6日に新作出るんで、3月5日に最終回出ます。なんで、まあ、そこまでちゃんと予約投稿ができていて、まあ、あとはスマブラ VIP 計画。そんでもって、プラスアルファ、集まる動物の森が出るまでに、飛び森 ?3DS の、飛び出せ動物の森を今日の夜から生放送でやりたいと思います。で、全生物集めるまで終わらないっていう。まあ、一回で終わらすわけじゃないんですけどね。生放送集まる動物の森が出るまでに、飛び森多分10回くらいやると思うので、その間に全生物を集めて博物館をね、その水族館完成させようっていう感じですね。はい。まあ、そんな感じで3月はね、頑張っていこうと思うので、まずはね、今日の夜生放送動物の森に来てくれたらありがとうです。ということで、今月もよろしく。